久しぶりに帰ってきたら何もかも変わってた。8年前に条例が出て一気に締め付けられてな。時代が彼らの世界を変えた。兄貴と付けば俺だって反社って言われちゃうんです。ヤクザの人権なんてな、とうの昔になくなってんだよ。親父のことは死んでも俺が守りますから。柴崎さんさ、時代はもう変わってきてるんだよ。俺の弾でも取ってみるか。親父危ない。こっちは大原殺されてんだぞ。ねえ、なんでヤクザやってんの。家族だからな。ヤクザという生き方を選び、移ろう時代とともに家族を愛した。何が生きてくしかねえな。生きる権利奪ってんのそっちだろうが。あんたが私たちの前で現れてしなければ。教えてよ親父のこと。お前はまだやり直せる。かけがえのない絆を前に、男は全てをかけて運命に挑んだ。There was once an element of society called the Yakuza. They too have a family. A family.